昨日も本当多かったんですけど、昨日にも増して今日も満員御礼でございます。ただちょっと物産の方にだけねちょっとご迷惑がかからないかがちょっと不安なんですけど、それぐらい今、こう人が来ていただいているということでね、改めましてセントリアご来場いただきましてありがとうございます。そして並びにこのセントリア水祭り第1の陣2日目、今から開演とさせていただきたいと思います。僭越ながら司会進行は私昨日と、同じくですね、名古屋生まれ名古屋育ち地産地消名古屋タレントのヨーヨー陽介でございます。よろしくお願いします。いやーもう昨日のお客さんで一番早い方ね、これ昨日も11時に始まったんですよ。なのにもかかわらず一番最前列の方にね、何時来たんですかって聞いたら朝の5時だって言ったんですよ。朝の5時ですよ。もう先輩がさんも起きてないというね、そんな時間帯がここにもう並ばれたっていう方ですけども、ちなみに今日5時ぐらいから来てる人いました。5時からもうほぼここにいっぱなしなんじゃないのかっていうぐらいのね、いやありがたいことでございます。さあ昨日も来てくれたという方、おじゃあ今日初めてこんなのを見に来たぞという方、はい、たまたまここに来たぞという方いるいる、もうね今日はいろんな方がいてくれるんで、そんな中全国で活躍しているですね4体の武将隊の皆様が今日はこれから演舞を披露してくれます。ちなみにこのセントリア水祭り、もともとをですね正しますと、この2年半前にオープンをいたしました、こちら、はい、中部武将館サムライラボというのが1階にあるんですね。こちらぜひとも今日終日オープンしておりますので行っていただきたいと思います。このサムライラボ中部武将館がオープンになったのを記念して、このセントリア新祭りというので武将隊の皆様に定期的に演舞をしていただくという、そんなイベントが2年半前に起こり、そして、もう2年半が経つと。また今年の2月に、この2周年を迎えさせていただきました中部武将館、リニューアルオープンいたしまして、その隣にはベジタブルレストラン、グレースフルキッチンというですね、地元の愛知の野菜を伝統野菜を使った、そういった料理もありますので、もしよろしければねランチタイムなどに、ご利用いただければと思っております。まあ、そんな形でもうご愛顧いただいて2年半が経つこのセントリア水祭り第1の陣と題しまして、今日も2日目盛り上げていきたいと思います。今日は1日皆さん楽しんでいってください。よろしくお願いします。それでは本日の先陣を飾る最初の武将隊の皆様、この方たち